はい、どうもこんにちは、アンディです。今日なんですけども、究極のダイエットシリーズの第5週目の経過報告をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで5週間経ったわけなんですけども、体重がですね、スタートが 66.8 で、5週目の今日が 63.9 ということで、マイナス 2.9 キロです。で、先週一番体重低かった時が 63.6 までいったんですよ。なんでそこから比べると先週でもプラス 300g 増、体重戻ってるやんという週になってしまいました。で、これはですね、チートデーを今週は2回入れてしまった、まあ、チートデーっていうふうにね、まあ、1日食べてるわけじゃなかったんですけど、おとといですかね、おととい M1 グランプリの1回戦に出場しまして、その打ち上げといいますか、まあ、そのままフィットネス芸人ののりさんと、あと同じ、活動している福さんと3人で打ち上げというか、まあ、普通に昼飯行ったんですけど、そこはだるまやったんですけどね、まあ、そこではたくさん食べて、夜も結構食べたんで、なんだかんだでそれで翌日プラス 1.5 キロということで、かなり、1日で増えた日になりました。ただそのあと2日かけて調整して、今日 63.9 だったんで、まあ、2日で約この3キロぐらい増減したみたいな、週になりました。まあ、いわゆるチートした後体重が減るみたいな、そういう話に聞こえがちなんですけども、単純に飯を減らして節制して無理やり戻したみたいな感じなんで、まあ、僕はやっぱりチートデーはそんなに代謝上がってみたいな話じゃないかなっていうふうに感じてますけども、まあ、チートデーについてね、ご存知じゃない方もいらっしゃると思うんで、ちょっとチートについてもね解説したいなと思います。はい、でチートデーについてなんですけども、まあ、チートっていうのがごまかすっていう意味で、まあ、減量を続けてると、まあ、あまりご飯食べてないもんですから、まあ、体が代謝を落とそうとすると言われてるんですよね。結局はまあ食べれないので代謝がどんどん上がった状態だとエネルギー無駄に消費して、まあ体が持たないといったこう死に近づいてしまうということですから、まあ、防衛本能的に代謝を落として少しの食事でも生きられるようにするみたいな、そういう風になると言われてるんですね。なんでまあ減量中に、まあ、そういう代謝が落ちてきたなと感じたら、まあ、それはどういうタイミングかというと、食事を変えてないのに、まあ、減らしてるのに、まあ、体重が停滞したっていうタイミングですよね。まあ、ここが代謝が落ちてしまって減量がストップした、停滞したというタイミングなので、まあ、そのタイミングで代謝を上げるために、まあ、たくさん食べて、好きなものをたくさん食べて代謝を元に戻す、でも体をごまかすっていう意味でチートデーというふうに言われています。ただやっぱりね、このチートデーっていうのもいろんな説があって、まあ、昔はね、僕もチートデー好きでというかね、食べれるんで好きでねやってたんですけど、やっぱりね、食べたら太るんですよね。まあ、代謝は戻るとか戻らんとかっていう話の以前に、やっぱ食べたら太るんで、まあ、その太った分を元に戻すのに結構やっぱり時間かかるんですよ。で、結局戻すのも、結局その戻す時っていうのは減量しないといけないんで、まあ、無理がかかるし、できたらチートデーなく、まあ、コンスタントに減量食を続けていって痩せていくのが一番いいなというふうに思います。で、停滞してね、どうしても体重をしたくなったっていうタイミングがあったとしても、それはね、チートを入れたから改善するっていう問題ではないなというふうに感じてて、結局まあそこからね、運動量を増やすとか、食事の内容を見直すとか、質を変えるとかね、食べてるものをガラッと変える、でもトータルカロリーを抑えるみたいな、減量食メインで何か変化を起こした方が結果的にすぐ痩せると思いますしね、体調もね、そっちの方が、僕的にはいいですね。やっぱ無駄に、ジャンクなものとか、好きなもの食べちゃうとよくちょっとだるかったりするんで、やっぱりクリーンなもので減量される方がいいかなというふうに、今のね見解では僕の個人の意見ですけども、まあ、そういうふうに思っています。はい、で食事についてはね、相変わらず、まあ、ほとんど同じものを同じように食べてます。もう究極の食事通りっていう感じです。まあ、メインはね、主食は玄米、あと野菜、果物、ナッツ、魚、豆、米ばっかりですね。まあ、チートする以外はそんな食事ばっかりしてるんですけども、まあ、ちょっと甘味が欲しいなっていうタイミングで、ダークチョコレートをかじってます。今はね、ハイカカオ のチョコレート効果の 85%、 85%やってるんですよね、70に大きく超えないやつ、
あれ食べてます。で、まあ、糖質もそんなに取ってないんで、まあ、玄米をね 200g 程度とかね、しか食べてないので、まあ、結構甘く感じますね。糖がこう枯渇してきてるんでしょうね、だんだん。だから85のカカオとかでも結構甘く感じるんで、一粒で満足感になれて結構おすすめです。で、あとね、たまたま実家からあのコストコの冷凍のブルーベリーをもらったんですよ、結構大量に。で、それをねヨーグルトに入れて食べるとめっちゃうまいですね。で、あと夜ね、どうしてもお腹減って寝れないなとかっていうタイミング、あと甘いもんどうしても食べたいという時に、その冷凍のブルーベリーを凍ったままで食べると、もうガチのアイスのみですね。もうブルーベリーシャリシャリで若干甘いので、結構満足感があります。で、ブルーベリーは 100g をとっても、48kcal ということで、まあ、アイス食べるのも全然低いので、まあ、それをちょこっとかじって、満足感を得るようにしてるんで、まあ、冷凍のブルーベリーはセブンとかでも、まあ、コストコみたいに大きいの売ってないですけど、パックでね、多分あれドールマンですかね、なんかよく見たことあるような、パックのブルーベリー売ってるんで、まあ、甘いもの欲しいけどどうしようっていう方は結構おすすめなんで、まあ、よければお試ししてみようかなというふうに思います。まあ、食事はまあそんな感じです。で、5週目の経過報告でした。見た目はね、やっぱり先週と体重変わってないっていうか、ちょっと増えてるんでね、あんまり変わってない感じです。まあ、どうしてもチート入れてしまうと、やっぱり僕の場合は結構こう戻るまでっていうか、こうやっぱ代謝が上がってね、まあ、そのせいで翌日と翌々日ガッて下がるって言われてますけど、結局飯を抑えてるだけなんでね、やっぱあんません方が良さそうですよ。なんで、まあ、チートで押して、まあ、当然痩せる方もいらっしゃると思うんですけど、僕の場合は今のところあんまり、まあ、代謝の話とかはちょっと違うかなっていうふうに今思ってますね。まあ、来週以降は、まあ、ちょっとクリーンなもので調整しながら、まあ、見た目の質感とかもやっぱね、これはね、まあ、人から見たら全く分かんないと思うんですけど、なんかこう例えば玄米とか豆野菜だけ食って翌日を迎えた朝のこうつまんだ感じ、この肌をつまんだ感じって、まだ脂肪乗ってますけどね、あ、でもなんかこう薄いぞみたい、ちょっと薄なってるやんって思うんですけど、やっぱギャンクなものだったら翌日って何なんでしょうね。うわ、なんでこんな一気にデブになってんのって思っちゃったりする。これ心の問題もあるかもしれないですけど、人から見たら全然いや一緒やでって思われるかもしれないですけどね、まあ、それぐらいなんか全然違うようにこう思ってしまうんで、まあ、精神的な意味ではこうジャンクを食べた方がその食欲的な精神衛生は保たれるんですけど、減量のモチベーション的な精神衛生はやっぱりね逆効果な気はしますからね。まあ、これは人によりけりですよね。まあ、こう切り分けがちゃんとできる方っていうのは、まあそういう風にされてもいいと思いますけども、なんか自分の気持ち的にね、うわ後ろに下がってしもったと思う人はね、やっぱりこうガーッと食べるっていうのは良くないんじゃないかなというふうに、思います。まあ、来週も、まあ、そのあたりの感覚とか、まあ、食べた翌日のね、まあ、質感とかもちょっと見ながら報告したいなと思いますんで、またぜひ来週もご視聴よろしくお願いします。では今日も見ていただいてありがとうございました。よければチャンネル登録とこのグッドなボタンを押していただけるとすごく嬉しいです。ではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。バイバイ。